いよいよご褒美登山なんですけれども、ベストオブベスト、これ結構来てますよね。割とまっすぐ登らせる直登ルートですね。はい、再び登山道へ。おー、あー、見える見える、ありますか。すごいすごい、あれ、これ登れるの、登れるの、これ登ってみますか。こんにちは、イラストレーターの松田優です。今日はですね、いよいよご褒美登山なんですけれども、奥武蔵の、川又名栗湖入り口っていうところに来ています。今日はここからですね、結構有名な山なんですけど、坊の峰という山に登りたいと思います。坊の峰は大きく2つのルートがありまして、沢登りみたいなルートと尾根を登っていく普通のルートがあるんですね。今日はね、私沢登りあんまり得意じゃないんで、尾根ルートで行きたいと思います。ここから滝の平尾根というところを経由してですね、坊の折山頂まで行ってみたいと思います。ご褒美登山だけあってですね、帰りはね、沢ラビの湯っていうね温泉もあるんですよ。時間が許せばね、そこにも寄っていきたいと思いますんで、楽しみながら、紅葉にはねちょっと早いんですけれども、ゆっくり楽しんでいきたいと思います。それでは行きましょう。いやー、いい天気、雲一つないですね。最初のルートは220度ぐらいの方向なんですね。だいたい合ってますね。すぐに山道に入りましたね。今日はね、涼しくて湿度も低くて最高のコンディションですね。なんかね、大型の台風がね、日本列島また近づいてるということで、あさってぐらいからまた天気が荒れるみたいなんですね。なのでね、今日は台風の前のいい天気を外さずにね、掴んで、ご褒美登山の日に当てたという感じです。おー、なんか幻想的な綺麗な道ですね。道はね、気持ちいい勾配で、結構日光も遮られててね、快適なんですけどね、結構この秘境感がありますね。かなりこう山深い感じ、ちょっとこう森林の奥に来たなっていう、そういう秘境感がありますね。ちょっと神秘的です。はい、おおと思ったら結構急な勾配が、お、木の階段が出た。あー、涼しくて気持ちがいい。天然のクーラーですね。柔らかいクーラーの風が当たってるって感じですね。あー、いいな、秋はこの快適さ。少し上りですね。いいな、理想的な勾配ですね今のところね。と思ったら、あれ、いや、でも大丈夫大丈夫、まだキャパ範囲内です。お、あと3キロですね。お、ベンチがある。いや、気持ちいい。あ、もうね、気温と湿度はね、ベストオブベスト素晴らしいですね。だんだんこう稜線に上がってくるから、景色も開けてきてね、あれかな、ちょっと見えないですよね。いい感じです。はい。
なんだろう、あのいわゆる奥武蔵の私がよく登る山よりも木の幹が太いですよね。植林には違いないんでしょうけど、なんかすごくこう野生感というか、なんかこういつも以上にこの木のパワーみたいなのをねこう感じて、より自然に近い道を歩いているような、そういう印象がありますね。おこれは結構すごいよ。結構上が見えない。これ結構来てますよね。おい、割とまっすぐ登らせる直通ルートですね。ありますかね、こういうあの木の根で明確なルートってのはないんですけど、好きなところまっすぐ登ってこいっていう、そういう感じですよね。よいしょ、なんとも頼りないピンクリボン、せめて一巻きしといてほしい。でもよかった、合ってるんだ。わかりますかね、こんなとこ登ってきたの結構ですよね。お、あと 2.5 キロ、お楽な道だ。おう、一回こんな林道に出るんだ。こんな林道を一回横切るんですね。ですぐまたここに登山道の入り口があるわけですね。今熊笹のね両脇、熊笹のところを通ってきたんですけれども、あれですね、今まではねそれほどね意識しなかったんですけどね、この間川見高地で熊見ましたからねちょっとね気になってしまいますね。やっぱりね、経験ってのはやっぱりおっかないものですね。こう一応口笛を吹きながらね、私あんまり熊鈴鳴らさない方なんで、今日はまだ口笛でいいかなと思ってるんですけどね、一応注意しながら歩いてました。はい、また林道に出るんだ。2箇所横切るんですね。はい、再び登山道へ。ベンチがあった、ちょっと一泊しよう。冷やしてこなかった、でも美味しい。急登の連続とかいうわけでは全然ないですけど、ゆるゆるで楽ちん楽ちんっていうわけではないですね。ほどほどにきちっとこう斜面が入ってくるというか、標高、これ自宅の前で合わせてきたんであんまり信憑性がないんですけど、679m、969メーターぐらいですから、まあもう300メーター弱ってとこですかね。お、なんか明るく開けてる感じがしますね。お、柵が張ってあるのか。おお、綺麗ですね。なんだこれは。関係者以外立ち入り禁止。何か櫓みたいなのが組んでありますね。何なんでしょうねこれね。大野峰あと2キロですね。ここはですね敷地平なんですね。敷地平に到着したんですね。特に敷地平ってこうあのあれがないんですけれども、まあ現在地って書いてあるんでここだと思います。敷地平到着しました。ここはねなんか
ダムが見えるんだって言うんですよね。ああ見える見える、わかりますか、ほらなんかうっすら見えますかね。おー遠くまで見えるな、今日はいい天気だから景色もいいです。しらっちゃけちゃうかな、ってか私が真っ黒になるかな。後ろ綺麗なんですけどね、うーこんな感じです。おー熊が出ませんように。すごいすごい、おいしい、おおおおおお、抜けた抜けた。なんとまたまた林道に出るんですね。ブルーリボンが出たぞ。あっちにはイエローリボンもあるぞ。これは何のマークなんだ。この木を切りましょうってことかな。あーオリンパスのキャップ誰か忘れ物ですね。お、これが岩竹石ですかね。あれこれ登れるの、登れるの、これ登ってみますか。じゃあ要は岩のこっち側に回れるだけっていうことでしたね。こっち側から見るのが本当なんですかね。はい、というわけで岩竹石ですね、到着しました。これが岩竹石なんだろうな、何の看板も出てないんですけどね、おそらくここだと思います。岩竹ってあれですよね、あの岩にこうくっつくキノコみたいなやつで、結構こうロープつけて命がけで取るっていう珍味で売ってるあの岩竹だと思うんですけど、それと何か関係があるってことですかね、岩竹石ってことはね。はい、ではですね、あとは、ゴンジリ峠を経て棒の峰、あと、1キロですね、あとちょっと頑張りたいと思います。じゃあ行きましょう。この辺にもでっかい岩がある。本当の白あ岩竹石はどれだか帰ってからちゃんと調べよう。えい、ベンチがあって渡り方を忘れてる。ゴンジリ峠棒の峰ですね。もうちょっと、おお、すごい。足のその、なんていうんですか、乳酸が溜まってきたというか、だるいです。よいしょ。おお、広い。おお、結構岩岩のところ登ってきたんですね。あ、こんにちはって、こっちは普通に挨拶をしたら、あっちは、あ、イラストレーターの